マミヤ、聞いてんのか。お前らに勝ち目はないんだよ。お前、首藤がどんなやつか分かってんのか。首藤がどんなやつか分かってんのかって聞いてんだよ。あいつはな、俺の母さん実験台にして殺した殺人鬼なんだよ。お前それ分かって言ってんのかよ。おい、あの半年間俺がどんな思いで父さん探したか。俺は久留美を傷つけて親友のお前にだって話ができないくらいぐちゃぐちゃだったんで、お前なんであんなやつ信じんだ。あんなやつを仲間になったの、驚きで。いやもうね、ビンタはいや、いろんなね、その撮影のやり方あると思うんですけど、アクション、まあビンタも一応アクションっていう考え方なんで、その髪型やば。そう、だからビンタでもなんかこう当てないようにするのが技術だとか、芝居だからそういうの当てちゃダメだみたいな、考え方もあるし、そういうのを、絶対否定する殺陣師の先生たちもいらっしゃいますけども、まあ、それはそれで、まあ、正しいですよね。役者を守るというか、俳優部を守るっていう考え方の、こう、殺陣師、アクション部さんたち。でも、今回、なんか、もちろんテストとか、リハーサルみたいなものでは、段取りとかね、テストとかっていうものあるんですけど、そこでは竹内くん、もちろん振りですよ。でも、今回本番では、こう、実際僕のほっぺ叩いてるんですね。今日ヘッドホンしてないねって。してるから。残念。こうなってるか分かんないけど。すまんね。そう。だから、なんだっけ？何の話してたっけ？そうだけど、竹内くんは本番バチ当ててるんですよ。僕のほっぺ。で、実際赤いでしょ、あれ。ほっぺとか僕のお顔がね、僕のこの、何？この可愛いフェイスが、とっても可愛い、この鈴木福くんもびっくり、芦田愛菜ちゃんもびっくりのこの僕の可愛いお顔が、こう真っ赤になっちゃってるわけなんだけど、竹内くんね、やっぱね、俺ね、好きなのよ。彼のなんか、あの感じ。でさ、なんかやっぱいるんですよ。こう、本番にビンタするのが、こう、かっこいいと思ってやってるタイプの、まあ、こういう、まあ、人の批判はいいか。そういうのはなしです。Nothing。そういうのはなしです。人の批判は何でもなしで。でも竹内くんは、なんか本番前に、僕にね、こうバーって来て、笠松くんと、普段はね、招致って呼んでヘラヘラしてる、なんか、こうみんなの前ではこうふざけてね、面白い、こう男ですけども、こうやっぱ、お芝居の時は真面目にね、こう、ほっぺ、殴っていいですかと、こう、ビンタ一発、やっていいですか、絶対本番一発で決めるんで、ちょっと行かせてくださいって、こう、敬語で、こう、まっすぐなね、こう目で言われて、で、僕はね、どっちでもいいんですよ。もう、ビンタしてもらってもいいし、まあ、フリーで、だったら、相手に合わせるというか、やっぱその、でも、竹内君のその、やっぱこう、まっすぐな、こう、主演のね、覚悟を持った、この、うるさいな、いい話しとんのに先生。そう、でもね、そういうのが、なんか、竹内涼真のこう、良さというかさ、なんか、不器用な感じがいいじゃない。なんか、で、こう、なんか、その現場の空気はさ、プロデューサーとか監督の空気は、ビンタはこう、振りで大丈夫です、みたいな。こっちから撮ってるんで分からないんで、みたいな。こう、もちろん、これはもう僕らを守るために言ってくださってること。だけど、竹内くん、こう、僕のにね、こう、近づいてきて、笠松くん、ちょっとビンタ、一発で聞かせてください。本番だけお願いします。って言われて。やっぱそう言われると僕はやっぱね、こう、なんか、忘れかけてた、こう、熱い思いが思い出して、やっぱちょっとカッコつけてさ、当たり前じゃん、みたいな。来てよ。行っちゃって。どんだけでもやろうよ。みたいな、こう、カッコつけて言うわけですよ。で、用意スタート本番、こう、バチンやられて、で、やっぱね、こう、いいシーンになってたというか、こう、手前ミスで申し訳ないですけども、こう、やっぱそういうね、こう、竹内くんの、こう、熱さというか、で、まあね、飯豊さんもね、そのキスシーン、するしない、すごい悩んだりとか、中条さんも今、いろいろ大変な、作品の中で大変なね、こう、役割というか、の中で、こう、いろんなキャストのいろんな思いが、いろんな、こう、スタッフの、プロデューサーの監督の思いが、
こう詰まったこう8話に、まあもちろん全話そうですけども、そうでもね、ほんとね、あそこのシーンはね、こう本当にパチンやられてるんですよ。でね、ちょっとこう真面目な話、熱い話ばっかりしても寒いでしょ。だから自分もあのね、竹内くんにバーンやられるとこ、これ二人映ってるマスターっていうカットがあるんですよ。二人とも映ってるって大きめの絵というか、笠松くん一発いいっすかって言われたから、俺ちょっとやっぱさっきもちょっと重複しますけども、あのもちろん当たり前じゃん、来てよ言いました、カッコつけて。でバチーン、はいカット。本番中はね痛くない、アドレナリンバンバン出てる、もう俺も轟き披露として演じてる、全然痛くない。やっぱカットかかるとちょっと痛いのよ。うん、すっごい熱い。今多分体温検査したら PCR みたいな、なんかそのコロナの感じ引っかかるだろうなっていうぐらい体温結構高い。ふう、まあでもね、一発つけたから、あの男は竹内涼真というあの熱いね俳優、素晴らしい俳優をね、間宮響きバーンやって一発つけたから、ふう終わったと思うじゃん。でその時にそのまあ二人が入る絵とカメラ2台あるから、二人が入る絵と僕の寄りを撮ってたんですね。だからよし、これでもう終わったなと思って、よし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 、かっこいい感じでビンタのシーン撮れたぞって、俺も男の感じ出したぞって竹内くんに認めてもらえたかなと思って、で次、はい、じゃあ次カットバック撮ります。竹内くんの寄りですよ次。つまり僕は映ってないですよね、竹内くんの寄りですよ、僕は映ってないシーン。その時に、よし、もうほっぺ殴られないな、よしよしよしと思って、まあ縛られるわけですよ手を。よし、あとはもうここでなんかね、ここにいるだけで今日の仕事終わるなと思ってたら、竹内くんが、はい、ではシーン何番よ、なんかテイクなんちゃら、よーいって言った時に、竹内くんがバーって来て、笠松くんもう一回だけお願いしますって言われて、スタート、俺ええって思いながら、よーいスタート、バチコーンってやられて、いってっていう話もあったんですよ本当はね。2回行かれてるんですよ竹内くん、1回だけって言ったのに、本番1回だけって言ったのに2回行かれてるんですよ俺。そうなんですよ。だからもうほっぺもうパンパン腫れて、今でもほっぺ腫れてるから多分今こんぐらい、本当は僕顔ちっちゃいんですけど、ほっぺ腫れてこんぐらいですから、もう本当は1話とかもうめちゃくちゃもうこんなんだけどね、顔シュッとしてたんだけど、だんだんねやっぱり竹内くんにパチンやられてるんでね、ちょっとやっぱこうなってますけど、まあまあまあそんなことご愛嬌という感じで、まあそういうね感じで、まあ真面目な話もありながら、まあ面白い話もありながら、そんな感じでね、もう地上波残すとあと2話ですから、9話10話ね、トドロキがこのまま敵のままなのか、まあ仲間に戻ってくるのか、まあさてはて、はてさてか、あのこっからこのね君と世界が終わる日の行く末はいかにって感じで、あのそんな感じかな。